見てください、この花、これ超花綺麗じゃないですか。全然葉っぱの照りとか色違うの見て分かりませんか。じゃあこれが何でなのっていうことで、大きく考えられるのが何個かパターンがあります。まず一つ目が、はい、皆さんこんにちは、植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は皆さんにクエスチョンです。じゃじゃん、こちら皆さん見てわかりますか。こちら右側の植物、左側の植物、実はこれ同じ植物です。じゃあなんでこんな違いがあるのということで、今回はこの違いについて話をしていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただけたら、この違いがバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はこちらね、ヒューケレラとかティアレアを栽培しているハウスなんですけども、せっかくなんでちょろっとね軽く見ていきたいと思うんですが、こんな感じでね、株が大きくなったものから徐々に出荷はしています。ティアレアとかもね、可愛い花がちらちら咲いてきています。ちょっと見てみましょうか。見てください、この花、この花見えるかな、これ超花綺麗じゃないですか。ティアレアはね、ヒューケラとかに比べてこの花がね、とても可愛いのが特徴になるんですけども、こんな感じで、ね、植物をお花を育てています。ちょうどね、今日は2月の12日になって、まだ鳥取県寒い日が続いていて、こちらのビニールハウスの中は特に暖房とかつけて加温をしているハウスではないので、もうね普通に寒い、夜は寒いです。まあ、こんな感じでね、ハウスで実際に栽培をしているんですけども、問題なのはじゃん、こちらですよ。これね、こっち黄色ね、なんかオータムカラーでとても綺麗だと思うんですけども、こちらの濃い黒っぽい葉っぱの植物とお花と同じです。こちら両方ともヒューケレラのデイグローピンクというお花になります。見てください、この違い、ほら全然葉っぱの照りとか色違うの見て分かりませんか、ね、こんなに違うの不思議だと思いますよね。じゃあね、じゃあこれがなんでこうなってるかについて話をしていきたいと思います。ね、これはなんでこうなってるかについて話をしていく前に、本来だったらこんな感じで寒さにあって黒っぽい濃い緑色、もう真っ黒に、ね、近いんですけど、よく見たら、ね、新芽とかはこんな感じで緑色、まあ、してるんですけども、こんな感じで濃い緑色になってないといけないんですけども、そうじゃなくこんな感じで黄色くなっていることがたまにあったりしますし、じゃあこれがなんでなのっていうことで、大きく考えられるのが何個かパターンがあります。まず一つ目が根が傷んで弱っているっていうのが一つ目ですね。可能性としてそういったことがあるかと思います。根が弱っているので肥料が吸えなくて、こんな感じで色が落ちてしまって、ストレスを感じて色が落ちているっていう場合があるかと思います。じゃあ二つ目は、根は元気なんだけども肥料がないっていうのもね、考えられるんじゃないのかなと思います。あと何があるんだろうな、病気だとね、もっと葉っぱにね枯れていく症状とか出てくるので、おそらくね病気ではないんじゃないかなと。もっとね、葉っぱにカビとか胞子とかついて腐れていく様子があれば、そういった病気のことも考えられるんですけども、それもない。じゃあ虫っていうところで、ね、葉っぱの裏とか見ても特にダニとかもいないし、なんかコバエが飛んでいる様子もないので、そういった虫も考えにくいということで、先ほど言った根が弱っている場合か肥料がない場合っていうのにね行き着きます。じゃあね、実際に根っこを見ていこうと思います。
じゃあまずね、こっち、いい方からね、見ていきましょう。いい方っていうか、でちゃんと生育してる方から見てみましょう。しっかりね、白い根が張ってます。ここに肥料、これ、ちょっと見えるかな？ここに肥料があります。ちゃんと肥料を吸って、しっかり根を張って元気ですね。どうしても地上部だけ見ると、寒さに当たって、であまり動かないので、なんだろう、元気なのかな、元気じゃないのかなってね、パッと見てね、分かりにくいかと思うんですけども、こんな感じで根っこを見てみると、しっかりね、白い根が生き生きとしています。じゃあ逆にこっち、どうでしょう、見てみましょう。見てください。こっち。こっちもね、ちょっとね、水分が多いので、あれなんですけども、見てください。しっかりね、白い根は張っているのが分かりますよね。そうなんですよ。白い根張ってるんですね、これ。でよく見るとね、これね、肥料が入ってないんですよ。肥料が入ってない。さっきのような感じで肥料を入れたつもりで入れ忘れっていう場合でこうなってます。こっちはね、ちゃんと肥料が入ってるのでしっかりした黄緑色になってるんですけど、これはどうしても人がね、肥料をあげるので、ちょっとね、1個とか2個こんな感じで肥料を与え漏れみたいなのがあって、本来であれば肥料が入っていればこんな感じで肥料が効いて黒緑っぽい色になってるんですけども、肥料がないのでこんな感じで黄色っぽい色になっているのが今回の答えになります。でね、この肥料があるないでよくあるのがね、例えば多肉植物とかそういったものの紅葉もそうなんですけども、肥料がたくさん効いていると多肉植物の紅葉、セダムとかエケベリアとかそういった紅葉も色が出ないっていうこともあったりするので、肥料がない場合は灰色が薄くなったり、本来の緑っぽい色じゃなくなるね、可能性があるんだよと植物の場合でも覚えてもらえたらいいんじゃないかと思いますし、植物は肥料がないぐらいだとそう簡単には枯れないのを今回ね、お伝えしたかったもう一つのテーマでもあります、ね、こんな感じでね、実際に株自体は、まあ、肥料が効いてない、まあ、肥料がないので肥料が吸えてなくて生育不良になってはいるんですけども、根がね、しっかり張って肥料を求めて張っていて、植物は枯れていないのが見てわかるかと思います。なので、まあ肥料がないぐらいでは植物は枯れませんので、こういった明らかに色が薄くなっている植物ですね、今多分冬、まあ今2月ですけども、これから3月とかなっていってさらに暖かくなってくると、植物は根を張って肥料を欲しがりますので、そういった状態の時にその植えている鉢のお花がね、すごい葉っぱの色が黄色くなっているとかであればですね、肥料がない可能性が非常に高いので、肥料を与えるサインになりますし、もう早く与えないとね、その後花がちゃんと咲いてくれない可能性もありますので、肥料をすぐにあげてあげるといいんじゃないかと思います。あとね、もう一つお伝えしたかったポイントは、こういった形で肥料が効いているものと肥料が効いてないもの、2つをね、見比べていただくことで、実際に肥料が効いている株はどんな状態で、肥料が効いてない株はどんな状態かをね、知ってもらうことで、肥料が抜けたらどうなるんだろうっていうのもね、今回覚えてもらえたら、これからね、3月4月とガーデニングシーズンになった時に肥料のやるタイミングの一つの目印になるかと思いますので、もしよかったら参考にしてもらえたらとても嬉しいです。エンディングチャンネル、はい、ということで今回は皆さんにね、質問形式で動画を撮ってみました。いかがだったでしょうか。またね、こんな感じで好評になるかわからないんですけども、質問形式の動画も面白いんじゃないかなと思いますので、これからもタイミングを見て撮っていきたいと思います。今回ね、覚えてもらいたかったのは、肥料がなくても植物はそう簡単には枯れないっていうことをね、肥料がないあるよりも根っこの状態とか水分が多すぎて過湿で根が枯れてしまう、そういった場合の方が植物は枯れる可能性が高くなりますので、その点注意をしてもらえたらいいんじゃないかというのがまずは1点で、2つ目のポイントとしては、肥料が効いている場合と肥料が効いてない場合で植物の葉っぱの色とかこんな感じですごく変わってくるんだよっていうのをですね、覚えてもらえたらとても嬉しいです。こんな感じでちょっとね、今寒い時期なので、こんな感じでさらにね、緑よりも濃い黒緑っぽい葉っぱをしてはいるんですけども、本来のね、緑っぽい葉っぱの色よりもこんな感じで黄色いような状態になっていれば肥料が切れているサインだったりしますので、その点も
今回の動画を見ていただいて、あ、黄色くなってたら量がないんだなっていうのもですね、覚えてもらえたらいいかと思います。ただ補足として、根っこがね弱ってる場合もこんな感じで黄色くなる場合ありますので、その辺はケースバイケースで判断していただくのが大事になってきたりします。ちょっとね、初心者の方だと難しいかもしれないので、こんな場合があるんだなと覚えてもらえたらとても嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思われた方、ぜひ高評価お願いします。ゆうきの園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。